いらっしゃいませ。ようこそ天ぷら祭りへ。油は、400年前に、ポルトガルから入ってきたと言われております。そこから天ぷらという料理もスタートしたと聞いております。天ぷらという言葉は、ポルトガル語のテンペロ、調理するという言葉から、天ぷらの始まりは江戸からと言われております。その江戸東京湾に当時いたのが車エビです。その車エビを取って天ぷらに揚げた、それが伝統として残っております。なので今もその伝統を生かし、天ぷらといえば車エビというふうになっています。天ぷらの衣は食材の色が分かるようにできるだけ薄く、そしてプラの衣には味付けはしません。なので食材の味が、大事になってきます。私の修行は20歳の頃から始まりました。最初は、仕込み、野菜の仕込み、魚の卸し方から始まりまして、27年間やってきました。そして10年目ぐらいにして初めて天ぷらの親方になることができました。私は天ぷらの油は3種類使っています。1つ目は、綿実油、これは、魚、野菜の食材、味をうまい具合に引き出す優れた油だと思います。太白のごま油は、食材に、ごまの香り、ごまのうまみを、入れることができます。最後に、ピーナッツオイル、これは私がアメリカに来てオリジナルで入れたものなんですけれども、これは非常に油にの温度に強く、ピーナッツオイルを入れることによってパリパリ感がある、サクサク感のある天ぷらができると思います。天ぷらの衣は、卵、水、小麦粉、この3種類をミックスすることによって作られています。その小麦粉なんですけれども、それは薄力粉といいまして、小麦粉の中でも一番軽めの粉を使っております。天ぷらの食材の、水分の出具合、空気の、出具合、それと、音を聞いて天ぷらが揚がったかどうかを判断します。強い温度、高めの温度でしっかりと、天ぷらを揚げ切るということが大事になってきます。揚げ切ると余分な油が食材の中に入りません。それを心がけております。
ースの中に刺身をお刺身を出すのは特に日本では伝統ということではありません。ただうちのお店では、いろんなお客様が、お刺身を食べたいというリクエストが多い。お客様の要望に応えて天ぷらをお刺身を天ぷらのコースに入れております。こちらはカニと、えのき、アルグーラのお浸しになります。こちらは鴨団子、鴨のつくねになります。こちらはボストン産生、本マグロ、それと愛媛、日本の愛媛産のマダイでございます。